皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は韓国系っぽいファッションの洋服の購入品を紹介していきたいと思います。最後に全部着て紹介するので、よかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。では早速紹介していきたいと思うんですが、今回は前回の洋服の購入品でもご紹介したシュクリエさんでお洋服を購入しました。結構シュクリエさんで購入したお洋服はインスタにも載せたりしたんですけど、ちょっとまた頼んだので今回紹介していきたいと思います。で、1点目はもう早速着てるんですけど、こちらのトップスを購入しました。こんな感じで袖が可愛くて、首と一緒のちょっとフリルがついてる感じのタートルネックのものになります。こちらのトップスはシアーフリルプリーズトップスというもので、こちら購入する時に春用か冬用かみたいなのが選べて、冬用を買ったら裏起毛でした。なので多分薄いか分厚いかで生地が選べるんだと思うんですけど、すごいなって思って、同じデザインでも生地が多分違うんだと思うんですけど、今冬なので冬用を買ったんですけど、結構しっかりとした生地で裏起毛なのでとってもあったかいです。こういうちょっと細く見えるようなタートルネックって韓国っぽくて可愛いかなと思うんですけど、これは裏起毛なのですごいあったかいのに細見え効果があるのはすごいいいなって思いました。首はこんな感じです。後で全身写したいと思うんですが、まずはこちらの今着てるトップスを紹介しました。長さもちょうどよくてぴったりでした。今回はワンコーデ分購入したって感じで、今回購入した4点で全身が完成します。このトップスに合わせて購入したいなって思ったのがこちらのアンティークボタンニットカーデになります。ピンクとこのオフホワイトみたいな感じのがあったんですけど、私はこっちのカラーを購入しました。でもピンクもすごく可愛かったです。こんな感じでちょっと V ネックなんだけど、こういうなみなみになってて、なんかすごいキラキラで可愛いボタンです。クリーム色っぽい感じのオフホワイトで、色味が韓国コーデとかに合いそうな感じで、このトップスにも合うかなって思ったので買いました。タートルネックとか、あとここがちょっとレースになってるものとかを中に合わせるとちょうどここが見えて可愛いかなと思います。なのでもっとここがレースの素材のものとかと合わせてもいいかなと思うんですけど、私は今回この白のタートルネックと合わせようと思います。すっごいこれもうこの値段とは思えない厚さ、値段の割にって言ったらあれなんですけど、生地がすっごいしっかりしてて、もうこのしっかりさがすごいなって思ってびっくりしました。通販とかのサイトのものとかってペラペラだったりとか薄すぎる生地のものもあるっていう風な生地も見たんですけど、生地のことを書いてる記事を見るそういうネットの記事とかもあったりするみたいなんですけど、全然そんなことなくとても生地がしっかりしていて、カーディガンって薄手のものと厚手のものがあると思うんですけど、厚手のものなのでこの時期冬すごいいいなって思いました。これとこれ着たらもうだいぶあったかいと思います。そして次にスカートはダブルボタンチェックスカートというものを購入しました。こんな感じのタイトスカートなんですけど、このチェックの線がちょっと黄土色っぽい感じでグレーのスカートなんですけど、チェックのタイトは持っていなかったのでちょっと買ってみたんですけど、こういう感じがちょっと韓国っぽくて可愛いかなと思ったので買ってみました。韓国っぽいスカートをちょっと増やしていきたいなと思って、タイトが最近は好きですね。続いてハードロストダウンジャケットということで、ダウンジャケットっていうダウンジャケットは買ったことなくて、スキー用のダウンジャケットみたいな、もう学校のスキーの授業で着るようなダウンジャケットみたいなのは買ったことあるんですけど、なんかシンプルな感じのダウンジャケットとかを買ったことがなくて、毎年コートだけ買ってきたんですけど、YouTube でもコートの購入品とか紹介してるんですけど、ダウンジャケットが可愛いなと思ったので初めてちょっと買ってみたので紹介していきたいと思います。こちらなんですけど、ピンクとこのベージュみたいなオフホワイトみたいな感じのがあって、私はこのカラーを購入しました。これ可愛いなって思ったのが、色味ももちろんこのふわっと感も可愛いんですけど、こう左右にこうやって今はなってるんですけど、お腹でリボンもできるのも可愛いなって思ったし、このサイトの着てる感じがすごい可愛いなと思ったので買ったんですけど、ピンクもめっちゃ可愛いです。この写真だとすごいはっきりとしたリップをつけて使われてる写真っていうのかながすごい可愛いなと思って、ピンクも可愛いなって思ったんですけど、合わせやすいこっちのカラーを購入しました。スカートが見えるぐらいのこれぐらいの丈ですねのを購入しました。ダウンジャケットもこれすごいお安くて、全身ですごいプチプラなコーデかなと思います。では早速着て紹介していきたいと思います。カーディガン着ないでトップスとスカートだけだとこんな感じです。ちなみにこのタイトスカートは中がキュロットになっているので、ここもすごくいいなって思いました。カーディガン着なくてもこんな感じですごく大人っぽくてシンプルな可愛い感じのコーデになります。はい、カーディガン着てみるとこんな感じです。首元はこんな感じですね。生地が分厚い割には太って見えないので、おしゃれに着こなせると思います。ダウンジャケットを着てみました。こんな感じです。普段着ないのですごい新鮮な感じなんですけど、どうですか？こんな感じです。ポフポフってしてるので、すごいこのポフポフ感が可愛い。テーマは一緒に人が飲もうっていう感じのコーデです。今考えました。かぶるとこんな感じです。雪が降ってきたらかぶろうかなっていう感じです。いかがでしたか？というわけで今回はシュクリエさんで購入したお洋服を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。シュクリエさんは本当に可愛いお洋服がたくさん売ってるお店なので、ぜひ皆さんも見てみてください。だいたい2週間ぐらいで届くので、ずっと届かないっていう不安とかがなく買えるお店です。また写真はインスタに載せるので、インスタのフォローも待ってます。バイバーイ。